2014年ロンドンマラソンでの土田土田和歌子は日本の車椅子アスリート東京都出身八千代工業株式会社所属高校2年の時友人とドライブ中に事故にアイグルマイス生活に1993年11月長野県で開催されたアイススレッジスピードレースの講習会に遊び心で参加したことがきっかけでノルウェー人の講師から才能を見込まれ 三ヶ月後に迫っていたリレハンメルパラリンピックに急遽出場。競技を始めた当初山梨県内にあったリンクで練習をしていると邪魔者扱いする冷ややかな声が聞こえたといい、障害への無理解に涙を流したと伝わる。高校卒業後、東京都の職員として働きながら本格的にトレーニングに励み、長野パラリンピックでは金二銀に計四つのメダルを獲得し、 一躍障害者スポーツを代表する選手として注目を浴びた。また、1996年頃から車椅子陸上競技にも挑戦し、2004年アテネパラリンピックでは5000メートルで金メダルを獲得、日本人初の夏冬パラリンピックでの金メダリストとなった。2005年に聖子橋本インターナショナルコーポレーションの担当マネージャー高橋吉樹と 結婚2006年に長男を出産した。インはハーフマラソン。ありがとうございます。